工場長です。今日は私の趣味部屋と撮影部屋のお掃除風景をご覧いただきたいと思います。はい、誰得だよってなるかもしれないんですけど、ちょっとねすごいものをご紹介したくてさ、それで撮っております。でちなみになんですけど、多分ねこの趣味部屋動画で多分初公開になるんじゃないかなと思っております。こちらなんですけども、ちょっと簡単にご紹介していきたいと思います。工場長のチャンネル、まずはこちら、後ろに見えていた棚、こんな感じ。まあ、その説明するまでもないんですけど、私の好きなキャラクターぬいぐるみドールがねたくさん置いてあります。うん、そんな感じでこの棚結構ね、私ちょこちょこいろいろ模様替えしてるんですよ。だから今はこんな感じだけど、多分またちょくちょく変わるんじゃないかなと思います。ちなみに一番下のこの大きい箱、ここにはねスクイーズを入れてあります。お、音がすごい。こんな感じ。何ついてくるの。ストーカーニコです。ストーカーさんで、ボブね、なんかボブの自慢になっちゃうんですけど、結構この部屋開放して開けてるんですけど何もいじんないんですよね。それがすごくありがたい。そしてこっち側、こっちは机です。で主にここは絵の具とか使う時によく使ってる机です。あの視聴者さんにいただいたエアブラシもここに置いてて、全部この箱とかは絵の具が入っています。で結構ねさっぱりしてると思うんですけど、ほとんど大事なものはここのワゴンに入っている感じ。危ないよ。もうあんまり汚くてお見せするようなものじゃないんですけど、これが私の作業場っていうのかな、趣味部屋です本当に。で横の棚にはいろんな資材、レジン液の替えとかレジンの型とかも全部ここに入っています。でもなんか大した紹介するものありませんでした。ここのカーテン、私インスタかな、それでなんか言ったんですけど、このカーテン手作りなんですよ。ただね丈が足りなくてちょっと今まだ作り途中っていう感じのカーテンです。ということで私の趣味部屋こんな感じなんですけれども、今回ご紹介したいのがこちら、ドリーメの D9。皆さんはこういう自動的に掃除してくれる機械使ったことありますか？うん、で私こういうの今まで使ったことがなくて、1ヶ月ぐらい前に提供してもらって使っているんですけど、めちゃくちゃいいんですよね。おかげでこの通り部屋がねすごい綺麗な状態を保てております。いや結構さ、掃除機って自分でやるの大変じゃないですか。しかもボブと生活し始めて毛がねすごいんですよね。それが一気に解消しました。でこういうロボット掃除機知っている人は多いと思うんですけど、実際にどういう風に掃除してくれるのかって知らない人もいるんじゃないかと思うので、ぜひ見ていっていただければなと思います。で使い方とっても簡単で、もうここにあるボタンピッと押したらねお部屋のお掃除始めてくれるんですけど、この D9 のすごいのがアプリで操作ができちゃうんですよね。今画面出ているんですけど、こんな感じでスマートマッピング機能っていうのがあって、お部屋を認識してくれるんですよね。すごくない？すごいの。本当に私これ使い始めてびっくりして、でこうやってお部屋の形があるんですけど、ここで全面もちろん掃除することもできるんですけど、区間っていうのがあって、これをやるとどこだけ掃除してほしいっていうところもね自分で決めることができるんですよ。こんな感じでここの範囲、こっからここだけ、こっちの方はちょっとやめてっていうところはこうやって設定して、でこれでスタートしたらここに行って掃除してくれるの。すごくない？頭いいと思って、で今回はまあ全面でやっていきたいなと思います。そしてこの掃除機の強さもねここで調整することができて、私はだいたい普通の標準でやってるんですけど、めちゃくちゃ強いのにしたり、まあ中ぐらいこれにしたりっていう風にね、3個強さも選ぶことができます。
全部アプリでできるっていうのがさ、すごいなってとても感動しております。ということで今ね寝てるんですけど、ちょっと起こしちゃいたいと思います。頑張って。ロボットは掃除を開始します。開始しています。お待ちください。こんな感じで動きます。こんな感じでスタートしていきました。音も静かで、他の部屋にいると動いているのに気づかないぐらい速やかに掃除してくれてたことがあってびっくりしました。でこの部屋はフローリングなんですけど、もちろん普通の絨毯の上でも使えるし、長い毛の絨毯の上でも使えるんですよ。絨毯で使うときは吸引力強にしたり、長い毛の絨毯のときは吸引力ターボにしたりって設定を変えるのがおすすめみたいです。どんどん掃除しててくれてます。で面白いのが、アプリから今どこを掃除しているのかっていうのも確認できて、この線があるじゃないですか、これが掃除してる通った道ルートなんですけど、その掃除ルートまで分かるのが面白いですよね。でこれ見てると、ちゃんと1回掃除したところ覚えてるから、ダブらずに掃除してくれるっていうのかな、本当に綺麗に全部辿ってってくれるみたいで、使い始めた最初の頃ずっと私これ見て楽しんでました。そしてこういうちっちゃい段差、お部屋のドアのところとかにこういう段差あるじゃないですか、何でももちろんあると思うんですけど、こういう段差20ミリまでなら乗り越えることもできます。なんかね、13種類もセンサーがついてるみたいで、リアルタイムでその環境を察知して動いているみたい。これね、どこにセンサーがついてるんだろうって、すごく不思議なところなんですけども、すごいですよね。なので階段とかも認識できるので、落下とかの心配もないんですよ。いつも動画撮っている撮影部屋です。結構撮影中さ、ちっちゃいゴミとか落としちゃうんですけど、もうこの子が掃除してくれるので、なんかわざわざ自分でへっちゃほいちゃ掃除機かけなくていいので、すごくここも助かっております。すっごい音もいいんですよね。こんな感じで掃除が終わったら自分で充電の場所まで戻ってきます。で一度充電したら最大で150分間の連続使用ができるそうです。いかがだったでしょうか。とってもね、本当にお利口さんなんですよね。で今回普通にお部屋全体的に綺麗にしていってもらったんですけど、他にもいっぱい機能があって、私が今使っているのが DND モード、この DND モード、この時間からこの時間は動かないでくださいって設定できるんですよ。だけどこの予定された掃除っていつもこの時間にやってくださいって、月火水木金土日全部8時に動いてくれています。だけど DND モードっていうのはね、ダメっていう時間なの。だけどね、この予定された掃除の時はね、ちゃんと動いてくれるんですよね。だけどそれ以外はボブがいじっても動かないの。何回かもボブこれ気になっちゃって、この上に乗っかったりして勝手にボタンが押ささったりして、それで勝手に動き始めちゃうってことが何度かあったんですけど、これ設定してからその悩みは解消されました。なので私の指定した時だけ動いてくれている、本当にね、本当にうちの家政婦さんっていう感じです。そしてこちら水タンクもねついてるんですよね。今回使わなかったんですけど、これ D9 のここのところ、ここに簡単にカチッと水タンクが設置されました。これだけで水拭き掃除もねしてくれるんですよ。めっちゃ便利ですよね。ただ吸ってくれるだけじゃなくて、水拭き掃除まで雑巾がけ、とても本当にありがたいんですよね。でアプリで操作できるので、家にいなくても外からでもね、お掃除開始してって、そういう指示も出すことができるので、外出先で家帰って撮影でもしようかなっていう時にさ、綺麗な状態で撮影できたらとても嬉しいじゃないですか。だから帰る途中にピッて押したりして使っていることもあります。であと最後これゴミがね、ここパカッと開くとここに入ってるんですよね。ここの
透明なの。取り外してこれをこのままパッとゴミ箱に捨てて、あー汚い汚い汚い。でそして戻せばもうバッチリ綺麗に使うことができちゃいます。すっごいね、本当に便利、本当に便利。ということで今回は最近の私のお掃除で大活躍してくれているドリーメ D9 のご紹介でした。もう何度も何度も言うんですけど、本当にこれが来てからとてもお部屋が綺麗に保ててて本当に本当に助かっています。よかったら気になる方ぜひぜひ D9 の詳しいことを概要欄に書いてありますので、よかったらそちらの方も見てみてください。そんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバイ。